皆さんこんにちは、ストリートインストラクター井川直輔です。今日噛まないで初めてやっといた。はい、今日はですね、これをやります。これ、サム・イフの、スピンオフバージョンなんですが、今日までの合計っていうのをちょっとご紹介したいというふうに思います。自分でExcel アクセスを使ってた時になんですけど、例えば、12月1日から12月31日までの集計を出せっていうのは、これは非常に簡単です。なんでかというと期間が決まってるから。わかりますか？例えば A の1から A の10までのことについて何かしなさいっていうと、やり方って非常に簡単なんですよ。ところが仕事なんていうのはそういうもんじゃないです。絶対で出てくるのは最後まで、今日まで、ね、それとか、今日は10かもしれないけど明日は9とか、こういった時ってじゃあ皆さんどうやりますっていうお話になってきます。はい、で今日はその、今日までの合計を、サムイフでやった場合にはじゃあどうするのかということをご説明したいというふうに思います。これも知ってるとなかなか便利ですね。今日までの目標は、何件取らなきゃならないのかとか、これは私の現場でやってることなんですけど、これも、皆さんが、覚えていると現場で役立ちますので、こういった応用が効くと Excel っていうのはあの皆さんの人生のそばにこうどんどん、寄り添ってきてくれるんですね。これが寄り添ってくると、今まで例えば自分が何かを趣味でやってたことでも、あ、これ Excel でできるんじゃねえのっていうふうになります。それが私の、動画でコンピ指数を、3分で取り込む方法とか、そういったことに派生していくの でそれがさらにできると、業務で使うエクセルなんてもたかが知れてますからね。ちょっと、それを、参考にしていただきたいというふうに思います。はい、じゃあ、決め台詞いきたいと思います。あなたのハートにアクセスしたい。早速やっていきたいというふうに思います。はい、よろしくお願いいたします。実はこの動画なんですが、アップしたのは12月8日になってますけど、撮影したのは12月7日になってます。すいません、せこいことをやったわけではなくて、少しでもあの時間が短い方が皆さん見ていただけるので、サムイフのスピンオフバージョンということで別途、アップロードしております。はい、で、例えばここね、ここをどういうふうにね、今180というふうになってますけど、12月、15日までのアースキンの合計を出しています。ここ例えば12月、7日にします。今日までの数字にすると84なので、7日はどこっていうふうにすると、まあ Excel の使い方ご存知の方はもうすでに分かってると思うんですが、ここにドラッグした、セルの、平均値、それからデータ個数、それから、合計が出ます。84合ってますよね。で、例えば、ここを、12月、24にしましょうか、クリスマスね。そうすると、まあ所持金が420円ってことはないと思うんですが、はい、こういうふうに変わります。で、考え方は非常に簡単なので、皆さんちょっと、ここでもう一回今実演してみたいと思いますので覚えてください。まずイコールと打ちます。で、ここにサムイフと、打ちます。サムイフ、はい、サムイフは、何でしたっけ、ダーッと選択するところがあるんですよね。ダーッと選択するのはここです。日付のところ、12月、31日まで、ここがダーッと選択します。ダーッと選択したところは絶対参照にしなければなりません。はい、で、ここで1回カンマを打ってコーテーションを入れます。不等号を入れます。そしてイコール、イコールを入れると今日を含む、入れないと今日を含まない、小学校の時にやったと思いますので思い出してください。で、コーテーションでいきます。はい、で、次に、and で、ここで、この12月24日の数字もこれ動かしちゃいけないので、12月24日を、3つ続けるということで、ここは絶対参照にします。そして、合計値はここ、はい、ここね、ちょっとさっき数式でセルを、選択できなかったので手で修正します。はい、そうすると420というふうになりました。ここを変更するとどうなるのか、12月、
7日にすると、84に変わりますと。で、最後に選択したこの、見えますかね、C の6から、AG の6までは、これは相対参照にします。そうすると勝手にセルがずれてくれて、こうパーッと、計算があっという間にできると。まあ、相対参照、絶対参照の復習にもなるかなと思いますので、覚えてください。はい。でね、ここなんですけど、なんかこれ皆さん嫌じゃないですかね。嫌じゃないかっていうのは何かっていうと、ここに12月7日というものがありまして、ここがもしこうポンと消えてしまいますと、これはもうおかしくなってしまいます。はい。まあセルね、ここの何か数字が消えればおかしくなってしまうんですけど、で ここにね、なんかね、12月7日ってこうあるのもこう不自然じゃないですかね。で、ここをね、色を白くして隠してみたりなんかしてね、で後でメンテしようと思って、うん、A の2はどこだなんて言ったらね、ああここなんだって、色を白くしてないみたいなことを、皆さん、うちの会社ではやってるんですけど、こういう恥ずかしいことはやめてください。せっかく関数で使ってんだから、今日も関数にしましょうということで、ここの A の2を、今日に変えるので、ここに Today とぶち込みますと。Today の括弧でくくると、はい、そうすると84とやはり出ます。はい、全部 Today に変わってます。じゃあ、1日前のものはいくつになるんだっていうと、ここにマイナス1と入れてやればいいですよね。ちょっとこれあれですね。アースキンはちょっと見にくい。サンプルがわからないので、ちょっと入れましょう。適当に。こんな感じでいいですか。そうするとですね、はい、今日までの合計は216になります。見てみましょう。はい、216です。じゃあ、昨日まではいくらだったのか、ここにマイナス1を入れますと。と、193なので、193、合ってますよね。こういうふうに使うと、わざわざここを指定しなくてもいいんですよということになります。はい、Today を使ってうまくやっていただければなというふうに思います。はい、でこれで式もすっきりしますし、今日までの合計ということもできますので、なんとかまでの合計っていうふうになったら、こういう技があるということをちょっと覚えておいていただければなというふうに思います。すごい、シンプルな技なんですけれども、現場で使えますので、今日のね、売上の進捗状況、今日までの売上の進捗状況とかを、サクサクっと、出してやっていただければ、すごい便利だなというふうに思いますので、ちょっと、やってみてください。はい、ではパソコンの画面終わります。はい、どうでしたでしょうかね。サムイフを使った今日までの合計を出すということですね。非常に便利な、やり方になっておりますので、ちょっと皆さんも覚えておいてください。今日まで、昨日まで、一昨日まで、もしくは、明日以降とかね、こういったのもただ不等号の向きを逆に変えればいいだけなので、いくらでも応用が効くと思いますので、一つ覚えてみてください。はい、では今日はこの辺にしたいと思います。はい、また、コメント質問等ございましたらぜひ、書き込んでいただければなというふうに思います。興味のある方はぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。はい、では今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。